実は徳川家康の影武者だった小笠原秀政。不安定な少年時代を経て、家康の孫娘をめとった武将。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、小笠原秀政について紹介していこうと思います。武田信玄という強大な敵に故郷を追われた小笠原氏は、不遇の放浪生活を送りました。その中で生まれたのが、今回ご紹介する小笠原秀政です。徳川家康の人質になったはずなのに、思わぬ事件で豊臣秀吉のもとに連れて行かれた彼は、割と波乱の人生を送ったと言えるでしょう。実は家康の影武者なんて眉唾な説もありますが、では小笠原秀政の生涯をじっくりとご紹介します。信濃守護の名門小笠原氏に生まれるが、お家は没落。小笠原秀政は永禄12年1569年に小笠原定義の長男として山城の国で生まれました。小笠原氏は信濃守護を務めた名門の家柄。しかしなぜ秀政は山城で生まれたのでしょうか。それには小笠原氏を襲った苦難が関係していました。秀政の祖父小笠原長時は小笠原流弓馬術礼法の宗家であり、弓術と馬術に優れた武将でしたが、実は肝心の統率力はいまいちでした。このため信濃に侵攻してきた武田信玄に圧迫され、天文17年1548年塩尻峠の戦いで敗れてしまいます。その2年後には居城を失い、小笠原氏はあっという間に没落してしまいました。そして長時と定義は諸国を放浪することになります。越後上杉氏を頼り、その後伊勢へ、そして京都へ移動し、時の権力者三好長慶の庇護を受けると、彼の取りなしにより将軍足利義輝と対面するなど、丘陵復帰のために活動しました。ただ永禄7年1564年に長慶が亡くなると、長時は単身越後上杉氏、そして足無氏のもとへ身を寄せます。一方定義は京都に残り、この時に秀政が生まれたのではないかと推測されます。父定義の執念と丘陵復帰、そして秀政は人質となる。定義はその後足利義昭を奉じて上洛してきた織田信長に仕えるようになりました。定義の信濃守護小笠原氏という血筋に目をつけた信長は、彼に東国諸将との外交役という役割を与えます。定義は信長の下で懸命に働き、丘陵復帰という夢を実現しようとしていました。ところが本能寺の変で信長が応死してしまいます。信長の下で積み上げた信頼が振り出しに戻ってしまった定義ですが、すぐに次の主を見つけます。それが徳川家康でした。家康は信長の死後、旧武田領をめぐって御北条氏や上杉氏などと天正神武の乱を戦っていました。この旧武田領にはもちろん小笠原氏の丘陵が含まれていましたから、定義は家康に従い丘陵復帰のチャンスを伺ったのです。ちょうどその頃、定義の叔父である小笠原道雪斎が上杉景勝の援助を受けて深志城、松本城を奪還していたのですが、彼は傀儡に過ぎず人心は離れていました。そこで定義は家康や旧臣たちの援助を取り付け、ついに丘陵奪還に成功し大名復帰を果たしたのです。それに際し定義は息子秀政を人質として家康に差し出しました。そして秀政は家康の重臣石川数正に預けられたのです。石川数正に連れて行かれ、秀吉の家臣となってしまう。このままなら秀政は家康の家臣となるはずでした。ところが天正13年1585年、彼が預けられた先の
石川数正が突然家康の元から出奔し、秀吉のところに走ってしまったのです。このため預けられていた秀政も連れて行かれてしまい、秀吉に仕えることになってしまいました。父定吉も息子を見捨てるわけにもいかず、秀吉の家臣となったのです。そして天正17年1589年、秀政は父から家督を譲られました。そして秀吉の仲介により家康と和睦となります。秀政の意思で家康の元を離れたわけじゃないんですけどね。この和睦により秀政は家康の孫徳姫をめとることになりました。徳姫は家康の息子で、若くして切腹した松平信康の娘です。翌年には親子揃って秀吉による小田原征伐に参加し、功績を挙げました。これにより親子は讃岐半国を与えられます。ところがまたしても親子には思わぬ運命が待ち受けていました。父がお尋ね者をかくまい改易処分に。定吉は尾藤友信という武将を保護していました。しかしこの尾藤さんがいわくつきの人物。もともとは秀吉の家臣でしたが、九州征伐で大失態を演じ、秀吉の怒りを買って追放されていたのです。一説には秀吉が方向構えを出して仕官させないようにしていたとも言われています。そして友信は挺発して秀吉のところに参上し、許しを請うたのですが、逆に秀吉の怒りに油を注ぎ手打ちにされてしまいました。そんな人物をかくまっていたのですから、定吉にも秀吉の怒りが向けられることになったのです。そして定吉と秀政は改易処分とされてしまいました。もともと定吉は昔から自身の家柄を誇り、出自の卑しい秀吉を蔑むような発言があったとも言われています。このため秀吉の前には出せないと家臣たちが秀政を名代に立てたこともあったとか。もしかするとそんな不遜な態度は秀吉の耳にも伝わっていたかもしれませんよ。給料復帰を果たすが、大阪の陣で息子と共に討ち死にを遂げる。改易されてしまった定吉、秀政親子ですが、間もなく家康に仕えるようになり、秀政は家康の関東移封に伴い下宇佐子が3万石を与えられました。そして定吉は文禄4年1595年、古賀で生涯を終えたのです。秀政は家康の家臣として忠実に仕え、関ヶ原の戦いではもちろん東軍となり、宇都宮城の守備につきました。戦後は信濃飯田5万石を与えられ、慶長13年1608年には信濃松本8万石となり、ついに一族悲願の給料復帰を果たしたのです。ここまでの道のり長かったですね。慶長20年1615年大阪夏の陣に出陣した秀政は、天王寺口の戦いで本多忠友隊を救援します。しかし大阪方の攻撃は激しく、その中で長男の忠長を失ってしまいました。彼は勇猛な若武者で、松本城の守りを命ぜられたというのに無断で出陣してきていたのです。しかし家康は咎めるどころか、その強胆さを褒め合戦に加わることを許していたのでした。まあ家康にとってはひ孫にあたるわけですから、甘くもなりますかね。実は秀政もまたこの戦いで瀕死の重傷を負っていました。なんとか戦場からは離脱しますが、間もなくその傷が元で彼は命を落とします。家康のために戦って死んだ彼は、その功績を長く語り伝えられることになりました。家康の影武者説、そして彼の功績が子孫を救う。ところで秀政には家康の影武者説が唱えられました。もちろん眉唾な話ですが、家康が大阪の陣で討ち死にを遂げたため、なぜか秀政が影武者を務めていたというのです。年齢差もありますし、なんでそうなったかは分かりませんが、まあこういう話もあったということでお伝えしておきましょう。秀政が大阪の陣で壮絶な討ち死にを遂げたことは、不祖の勲功として後々まで大きな影響を与えました。
時代は下り、江戸時代半ばになると彼の子孫小笠原忠敬の時にお家騒動が起きてしまいます。厳しい裁定が下されることも予想されましたが、忠敬は100日間の閉門蟄居で済んだのです。忠敬は秀政に感謝したことでしょうね。まとめ1。小笠原秀政が生まれた時、小笠原氏は領地を失い没落していた。2。父定義は丘陵復帰を目指して徳川家康に仕え、秀政は人質となった。3。預けられた石川数正が豊臣秀吉のもとに出奔したため連れて行かれ、図らずも秀吉に仕えることになった。4。父が秀吉の歓喜を被った尾藤友信を保護していたために怒りを買い改易されてしまう。5。徳川家康に仕えて丘陵復帰を果たすが、大阪の陣で重傷を負い亡くなった。6。彼の功績により子孫がお家騒動を起こしても重い処分は免れることができた。さて、秀政の後を継いだのは次男の忠真でしたが、彼はぬか漬けが大好きな殿様だったそうです。小倉に違法された際にも自前のぬか床を持参し、城下の人々にもぬか漬けを作りなよと奨励したんだとか。ちょっとほのぼのしますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。